さあ始まりました、元女子が語る。あーまたごめんなさい。あーまあ行っちゃいましょう。さあ始まりました、元女子が語る男のガールズトークセカンドシーズン。メインパーソナリティの清澄と秋です。よろしくお願いします。相変わらずオープニング噛むんですけど大丈夫です、自分もよくやるのではい。あのこの間、はい、あの本当にふと思ったことなんですけど、はい、荒いって言葉あるじゃないですか。理解者とかっていうところかな、うん、理解者とか LG、うん、セクシャルマイノリティに対して理解者とか、うん、支援者、支援者、うん、そうだね、うん、言葉なんだけど、うん、ちょっとね、自分当事者なんだけど、うん、荒いっていう、こう自分で宣言する自信がなくて、うんうんうん、でもその気持ちわかるかも。わかる、うんうん、当事者だけどさ、うん、自分以外のことってやっぱりわかんないじゃん。自分以外のセクシャリティの人の気持ちとかさ、うんうんうん、よくわからないじゃん。よくわからないって言ったら失礼なんだけど、うんうん、自分のことはよく理解できるけど、うん、他の人のことって、うん、なかなかこうわからなかったり知らない部分とかもまだまだいっぱいあるじゃん、うんうん、だから無意識のうちにさ、うん、傷つけるつもりはなくても傷つけるような言動をしてしまってるかもしれないっていう、うん、そうだね、そうだね、うん、のがあって、自分は傷つけるつもりじゃなくても、うん、相手にとってその傷つく言葉だったりとかがあるかもしれない、うんうん、だから当事者だけど荒いってなかなか言い出せれなくて、うん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 、あるかも、あるかも、うん、そうで、ちょっとそう荒いかと思ってたの、うん、だから、うん、お店の中にもレインボーフラッグとか、うん、あえて飾ってはいないし、うんうんうん、そういうバッジとかこうリアクションもしてないんだけど、うんうん、この間ふとね、うち、ん、に来てくれる、うちのお店に来てくれるお客さんって、うん、そのホームページとかに元女子ですって僕がこうプロフィールに書いてあるから、うん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 、みんなそれを読んできてくれてるのね、うんうん、で元女子のご存知ですか、なんか話のでさ、子育てに悩んでる人とかだとさ、うん、自分が出産したとかさ、妊婦さんだと出産経験を話したい時とかがあって、うん、はい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 、うん、で元女子なんだけどご存知ですかって言って言うと、みんなあ読んできましたって言ってくれるの、うんうん、でも読んできましたって言うんだけど、うん、僕が元女子なんですけどっていうそういう話をするまで、うん、別にそこには触れないし、うんうんうん、こう体を揉ませてくれるし、うんうんうん、で普通に雑談っていうか日常のことを普通に会話してくれる、別にセクシャリティのこととか全然触れずに普通に、うん、会話をしてくれるのね、うんうんうん、でそれだけで荒いなのかなと思って。まあ確かにそうだね、そうだね、差別、うん、扱いをせず、うん、差別も偏見もせず、うん、この僕っていう人に普通にこう、うん、友達に話すような感じで会話をしてくれるから、うんうん、あこれだけで荒いなんだと思って、うんうんうん、特別な知識とか、うん、まあ、知識があった方がいいとは思うけど、うん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 、特別な知識とかがなければ荒いになれないのかってやっぱそうじゃないんだなってふと思った。そうだね、そうだね、うん、確かに、うん、うんうん、この差別とか偏見とかをせずに普通に接してくれるだけで、うん、荒いなんだなって思って、うん、うんうんうん、分かってもらえる？うん、分かる分かる、そうそう、でなんか目から鱗じゃないけど、うん、うん、あなんかそんなに気負わなくていいんだなって思った。別になんだろう、うんうん、理解してますよっていう、うん、なんだろう、主張とかそういったことなくても、うん、そのままをね受け入れてもらうだけで、うん、そう、十分我々からしたら、うん、居心地がいい環境だしね。うん。普通に接してくれればね、それで良いというか、うん、別に特別扱いをされたいわけじゃないし、うんうんうん、なんかこう深く理解してくれっていう
例えばね、僕らで言ったら、性自認がどうのこうのとかさ、治療の過程がどうのこうのとかさ、うんうんうん、そういう知識をさ、みんなが持ってほしいっていうわけじゃなくてさ、普通に接してくれればそれでいいんだなって、うんうん、あ、アライってこういうことかって思った、うんうん、確かにそうだね。スミさんのそのお客さんたちって理想だよね。そう考えたらね、うん、何も触れてこない元女子って知ってて来てくれてるんだけど、うん、なんかそこに対しても何て言ったらいいかな、興味津々でめっちゃ質問してくる人もいないし、うんうんうん、お客さん自分が癒されに来てるから、その僕にその元女子っていうところの興味で来てるっていう感じでもないから、うん、ああそうだね、そうだね、うん、まあ変な話、生理とかあるんですかとか、うん、そういうなんか質問をしてくる人とかもいないし、話の流れで、うん、流れで僕は今こういう状態だからっていう話をして、例えば女性特有のこの悩みとかあるじゃん、うんうんうん、生理周期でちょっと体調不良になっちゃったりとかするっていう話の中で、うん、あ、僕はもうすでに生理がないんですけどっていう話を振ったりはするけど、うん、そうじゃなければお客さんからこう興味本位で聞かれることもない、うんうんうん、なんかすごいなと思う、うん、確かにね、うんうん、ありがたいことだよね、ありがたい、うん、でそういう人がこんなにたくさんいるんだなと思った、うん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 、確かに、なんか自分が思ってるよりもやっぱ気にしてないし周りって、うん、うん、そうなんだよ、そう思った、うん、そうだね、うん、だからなんかアライってこう理解者とかさ支援者とか、うん、そんなにハードル高くしなくていいんじゃんと思った、逆にね、そういった言葉を作るというか、うん、作ることでやっぱそこに当てはまるような、うん、理想像ってものができるけど、うん、別にね、そこを明確にしたわけじゃないし、うん、本当にそうやって何も気にせず来てくれるお客さんのことだってね、うん、そういった方々がやっぱそういった知識があるかって言ったら なかったりするじゃない、でもそれでも全然普通に来てくれてるっていう形だけで、うん、アライってことになると思うので、うん、うん、思った。ね、確かにそうだね。うん、なんかもしかしたらこれ聞いてる人の中でさ、うん、こう、アライってどうなんだろうって思ってる人もいるかもしれないんだけどさ、うんうんうん、それだけで十分だなって。そうだね、そういうふうに思ってくれてるだけでね。アライを名乗るのにさ、特別なさ、うん、勉強とかさ、うん、知識とかさ、うん、なくていいじゃんって思った。うん、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 うん。うん。なるほどね。うん。ね。なので、なんかみんなこう、ハードルを、なんだろう、LGBT とかさ、セクシャルマイノリティとかっていうとさ、うん、なんか、わからないとか、難しいって思うかもしれないけど、うんうんうん、別にそんなこと関係なく、普通に、マキさんはマキさん、僕は僕で接してくれたらそれで十分だよっていう、うん、うんうん、と思ったの。そうだね、そうだね。うん。だから興味持って、うん、興味持って、そういう知識をつけてくれる人はありがたいけど、うんうんうん、別にそうしなくても、うん。そうだよね。うん。うん、それなんかさ、やっぱさ、うん、なんて言うんだろう。やっぱりそのいろんなさ LGBT の勉強会とか増えてきて、それに参加していろいろ知識つけたりとかね、うん、っていうこともあると思うけど、うん、でも LGBT 当事者自体がそもそもいろんな人がいるわけで、うん、その全員を網羅して理解しようなんてことがやっぱ難しいじゃない、うん、難しい。それこそ10キロだからさ、うん、やっぱり自分以外のことって分かりにくいしさ、うん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 、だからそこをね、なんか気負いすぎてアライになれないとかっていうよりは、全然本当になんだろう、そのただ人を見てもらうだけで十分だなって思うし、ね、うんうん、思う、うん、その人の人柄だけ見てもらえればそれでいいんじゃないかなってすごい思う、うん、なので、うん、なんか自分でアライって名乗っていいかなって自分に許可を得た。あ、なるほどね。確かにそうだね。までね、アライなんて名乗れないと、当事者だけどアライなんて名乗れないと思ったけど、うん、アライって言ってもいいかなって自分に許可を出しました。うん、
あらえて名乗れないって気持ちもすごいわかるし。うん。なんかね、ハードルが高いイメージ。わかる。自分の中、うん、うん。確かに。けど、うん、そんなに意気込まなくていいなって。うんうん、そうだね。うん、そうだね。うん。うん。思いました。うん。な感じです。はい。まあ、あ、でもね、うん、そう、僕が前の職場辞めるときにね、うん、自分の通ってた常連さんっていうか、うん、の担当を してたお客さんなんだけど、うんうんうん、自分が辞める最後の回、最後の日っていうか、最後の日っていうか、そのお客さんにとっては最後の日があって、うん、たまたまその日に、そのお客さんが、レインボーのフラッグのバッジをつけてたのね。へぇ。僕、お客さんにはカミングアウトしてなかったの、前の職場で。うんうん、普通に男性として働いてて、うん、で、レインボーフラッグのバッジをつけてたから、うん、あ、これどうしたんですかって言って聞いたら、うん、先日ねって会社でその LGBT の勉強会があって、うん、でそういうこう、なんていうんですか、偏見とか差別とかしてないですよっていうアピールでつけると、うん、当事者がこう親近感を湧きやすい、うんうん、まあ、ね、確かにね、うん、安いから、うん、そういうのをつけるっていうこともすごく大事なんですよみたいなことを会社で言われたんですって言ってて、うんうん、なるほど、うんうん、バッジをつけてる人には話しやすいなと思って、うん、で初めてそこで実は僕トランスジェンダーなんですってカミングアウトした、うんうんうん、そのお客さんに、あ、そうだったんですねって、もう最終日だから余計にね、うんうん、そうなんですねって言って、うん、で確かにバッチつけてるのに、はぁっていう人はいないだろうな。確かにいないね。今いないと信じたいよね。いるかもしれないけど、うんうん、いるかもしれないけど、うん、確かにレインボーのバッチをつけたら、つけてたら、うんうん、その人がカミングアウト しやすいかなと思った、うん、できるかもって、うん、思う、ね、うん、できる、なんか拒否されないかなっていうのは思った、うんうん、そうだね、うん、まあ、一個ねそうやって明確にしておくことでやっぱりね当事者には救われる部分もあると思うので、うん、そういったことが、まあ、それが一番ないのがね一番いいんだけど、そういったことが、うん、ないと偏見がないのが一番なんだけどね、うん、そうだね、あ、うん、どうもいかない、そこに向けて今はそういったものを、なんだろう、じゃあ身につけてもらってもね、全然いいのかなって思うから。うん、うん、思う。うん。ただ当事者はなんかつけにくく。まあ当事者はそうだ、だってアピールしたくない人もいるわけだしね。うん、ね。まあそこは人それぞれだし。あるからね。うん。うん。そうね。うん。でもちょっとつけようかなと思って。ああ、まあ、荒いですよっていう。うん。うんうんうん。なるほど、ね。つけたらトランスジェンダー、あいつトランスジェンダーかもって思われやすいよね。それはないんじゃない？だって別に、それは別じゃない？そうかな。うん。でもそれもありかなと思って。まあね、そうね。うん。うん、自分が話しやすかったように、話しやすい。うん、ためにそれをつけてもね、いいことわけだからね、うん、いいか、うんうん、思いました、うん、はいはいはい、こんな感じです、はい。すいません、目が苦手で。いや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 、ということで何か皆さん質問とかあったらどしどしいただきたい、そうですね、うん、皆さん、皆さんでアライを名乗りましょう、うん。そうしましょう。ということで、メインパーソナリティの清澄と秋でした。バイバイ。バイバ